ハロー YouTube。 皆さんこんにちは。誰も知らない凡人です。今日はレゴワールド、レゴワールズ、このレゴワールズ目指せビルドマスターを実況していこうと思います。これから一体どんな世界が凡人を待ち受けているのか、ワクワクしますね。それじゃあ行ってみましょう。レッツレゴ。皆さんはこのゲームを見てどんなゲームだと想像していますか？そう、想像の通りマイクラみたいなゲームですね。でもやってみるとわかるけど、マイクラとは全然違うから、そこのところちょっと説明していこうと思います。いや、私が誰も知らない船長だ。ちょっと下の方に出てる字幕があるが、私の言葉の要約をしていることでも、まずこの世界についてだ。まあ、このゲームタイトルを見てわかるように、マイクラのようないわゆるサンドボックスゲーム、主にクリエイトを主軸として作られたゲームである。世界としては広い宇宙の中にたくさんのレゴでできた惑星があり、その中に飛び込み、いろんなアイテムの収集や問題ごとを解決したり、動物を手なずけたり、盗賊をぶっ飛ばしたり、街をぶっ飛ばしたり、そういった感じだ。それだけじゃわからないからな。これからいろいろと説明していこうと思う。まず発見ツール、こいつが先ほど言ったアイテム収集に使うためのツールだ。ただこの星のアイテムは根こそぎもう発見してしまったので、皆様には発見する様をお見せできない。本当に申し訳ない。次にビルドツール、いわゆるレゴを組み立て、待てー待てー待てー、ほらブロックよこせ、ブロックよこせ。すまない、取り乱してしまった。どこまで話したっけ。そうだ、これがビルドツール、いわゆるレゴブロックで遊ぶ、建物を作るなどのそういった行為を賄うツールである。一個一個配置してブロックを選んで、また配置して、見ての通り非常にグラフィックが綺麗なので、昔今もレゴで遊んでいるみんなにとってはとても魅力的なツールじゃないかな。さあ、だが凡人はクリエイトがあまり得意ではないので、この作品をもってこのビルドツールの紹介は完了させてもらおうと思う。このビルドツールで作ったこの、これはそうだな、イボのできた蛇、以上だ。次に地形ツール、先ほど紹介したビルドツールでレゴブロックで遊ぶにしても、こんなデコボコの山じゃ楽しめないよね。そんな時に必要なのがこいつ、地形ツールだ。土地を削ったりへこませたり、平板化させたり整地したり、景観の美しい田舎を一瞬で薄汚い大都会にしてくれる、そんな夢のツールだよ。見てくれこの美しい山、この美しい山に巨大な穴を開けていくよ。こんなもんでしょうか。ほら
とても人工的な穴が開いたね。これでロケット発射場や核燃料の廃棄なんかは問題ない。あ、こんにちは、この土地の王様。この穴、一体誰が開けたんですかね。次にペイントツール。もちろんできたものを自由に色を塗ることができる。残念ながら王様に色を塗ることはできなかったが、この通りまるで排水が流れてきたような、そういった川の青を表現することができるね。でもこれとは別に、水があるから、水のブロックがあるから、こうやってペンキで山を汚す必要は全くないよ。そんな説明をしているうちに、見てくれこの美しい星空。僕たちの星は、僕たちのこの美しい星は、この広大な銀河の中にあるたった一粒の星なんだ。だから少しぐらい穴だらけにしても何ら問題ない。もう星がこんなに高くなって夜になってしまったというのに、まだみんなに紹介しなきゃいけないものがあるんだ。これはコピーツール。まあ読めばわかるよね、コピーツールだ。フリービルド。これもわかりやすい。今まで使ってきたものを自由に勝手に使って好きなものを作ったらいい。ま、そんなものはさておき、この二つだ。インベトリー。この世界には、いろんなアイテムがある。はっきり言って、全く意味のわからないものから、街を吹っ飛ばすのに必須な、大きい爆弾とかね。試しに、この爆弾を使ってみよう。この星には致命的な穴が開いてしまったから、おそらく、多少破壊したところで、もう、ね。すごい破壊力だ。こんな大きな山でも朝まで爆弾を投げ続ければ、きっとサイヤ人が降りてきたような大きなクレーターになることは間違いない。逃げ遅れたら、逃げ遅れたやつが悪い。見てくれ、まるで悟空とフリーザが戦った後みたいなん。見てくれ、まるで悟空とフリーザが戦った後のナメック星みたいだね。もうすぐ爆発するんじゃないかな。さあ、爆弾を投げてるとき、僕の目に一つ物が映ったんだ。この辺に宝箱が見えた気がしたんだけど、気のせいだったみたいだね。次はこの世界でこの破壊ツールを使って何をしていくかというと、こうやって天から降り注ぐ光が、光の柱が見えているところがあるんだけど、あれはこの僕に対する神様からの報酬さ。見えなくなってしまった。汚ねえ花火だ。見てくれ、大きい爆弾で必要以上に破壊しながら掘り進めた結果、宝物を手に入れたよ。何が入っているかな。望遠鏡。ゴミだね。この望遠鏡は武器にもなるし、もちろん望遠鏡としても使える。覗きに使っちゃダメだよ。これはそういった覗きなんかをしたい村人がたまに欲しがっているから、渡してみよう。何かもらえるかもしれない。万が一もらえなかったら腹いせに爆弾を投げれば、それで万事オッケー。
さて、それでは僕の持っているアイテムの一部を紹介していこうと思う。刮目してみよう。まずグラップルガン。このゲームは左上にくるくる回っているとても魅力的な金のブロック、あれを集めることでストーリーが進んでいくんだけども、そのストーリーの解除の途中で手に入る、まあいわゆる進撃の巨人。こういった便利アイテム、たださっき言った通りスカイダイブがあるから、まあ使うときは自己満足だね。空気圧ドリル、みんなも普段から使ってると思うけど、この文明の利器ドリルだね。このように垂直に真下に向かって穴が掘り進められるよ。これで宝箱まで一直線。ちょうど開けられる穴と同じぐらいの大きさの時計塔なんかを真上から叩き潰してみるのも面白いかもしれない。ただ、さっきも言った通り大きな爆弾なんかを手に入れたり、地形変更ツールを使えば埋まってしまったね。穴は関係なく開けられるから、これもまた自己満足だ。というわけで、レゴワールドの初級編といったところかな。理解してもらえたでしょうか。それではまた。